今回ご紹介するのは宮城県の泉ヶ丘温泉山帽子さんです。2017年には新客室をオープンしたこちら山帽子、近くには仙台泉プレミアムアウトレットもあります。館内は畳敷きの廊下、裸足で歩き回れます。広々とした中庭、客室棟の廊下は中庭を眺めながら、こちらは板敷きでひんやりと木の冷たさを感じられます。こちらの中庭、なんと足湯もあります。独特のノスタルジックな雰囲気のある内湯、癖のないさっぱりした肌触りです。石造りの広い露天、もう片側の内湯、日によって男女入れ替わりなのでぜひ試してみて。こちら側の露天は眺望が素晴らしい。朝風呂で日の出を拝む贅沢。泉質はカルシウム、ナトリウム、塩化物泉、等張性アルカリ性温泉。山の息吹の憩いプラン、量もほどほどで美味しかったです。1泊2食8500円から18500円、 JR 仙台駅下車、地下鉄泉中央下車、市営バス金森バス停下車、徒歩5分。以上、泉ヶ丘温泉山帽子でした。バビブログさんのページにはもっと詳しく載ってるよ。次回は温泉山荘大根の花です。これからも皆様が興味を持たれる日本の素敵な温泉を紹介していきますので、ご登録お願いします。